どうも皆様、ホロー版はせつです。アルスラン戦記無双続きをプレイしていきたいと思います。前回がクバードを使って、あいつだね、昼飯教をね、昼飯教と協力して、ボダンをね追い詰めた後にエラムを使ってなんか続きをプレイしようってしてたところでやめたんだっけな。はい、じゃあ続きから始めましょうか。どっから始まるのかな。急にこうバンって始まるのかな。ちょっとこう毎回ローディングが長い気がする。あ、でね、今キャンペーン中でね、錬金、錬成だね、スキルカードの錬成がね、すごいなんかいい結果が得られる。しかもお金が、その必要なねお金が3割引きになるっていうねキャンペーン中なので、ちょっとやってみたいと思います。これは前回の動画、ムービーですね。スキップします。ここもスキップします。ここもスキップですね。はい、今のはまさか魔導士ナルサス様に知らせなくては。見られた。よし、その口封じてやる。賊だ、野心だぞ。僕に火を放たれた。あの火事を起こしたのはあの魔導士か。賊が忍び込んだな。オッケー、じゃあちょっとスキルカードを、まあかっこいい、錬成、あ、ボーナスって書いてあるね、必要金額に。そうだね、効果を台にして、でさらに、どうしよっかな。大体こうダブってるね、カードをね、やってたので、錬成に使ってたので、こういうのをね、ちょっとやっていこうかな。ウィジン。ダブってるカードは、まあ、何枚かこうありますね。うん、なんかないな。あ、あったあったあった。あ、違う。これ違うわ。アズライルともう一人やったな。こうやって、ゾッと族。OK。これで行ってみようか。え？お金が不足しています。アラマ？じゃあ。よし、これで。行くぜ。カシャーン、上州、ホディール。ホディールが手に入った。いらない、別にいらない。とか言わないでね。金額が一気に442円になったよ。装備してないので、組み合わせ一覧で、なんかこう持ってる、あ、これ、いけるね。これしようか。はい、これを装備したね。OK。これで攻撃力と防御力がちょっと上がった。よし、じゃあ行こうか。こっちでいいのかな？いや、なんか、こっちに行けって書いてあるな。待たせたな。よし、痛い。何人この野郎。三剣で行こう。よし。すべて読めたぞ。よし、これ早く行かないとな。倒しながら早く行かないと。Sランクを狙いたい。こう行って。余計邪魔だ。よし、いいかな。よし、すべて読めた。でもまだ B なんだよね、KO が。逃がさんぞ。お前も逃がさんぞ。いた。この匂い。触れられたらまずそうだ。まだ諦めぬぞ。エラム、無事か？お、キシュワード様、魔導士が現れました。火事も奴の仕業かと。後ろで勝手なことを。火事の対処は任せる。お主はナルサス教のもとへ。 OK、 ナルサスと合流。キシュワードが来てくれた。これ助かる。ソラ、暴れてやれ。野党、
邪魔だ。野党の分際でこの俺の行く手を遮るとは。オッケー倒した。うまっ。こっちに、え、ここだ。ドラサス。ナルサ様、両末倉庫が火事に。火を放ったと思われる魔導士は姿を消しました。ボヤを起こすことがそいつの目的とは思えぬ。まだ何か企みがありそうだな。すぐに行こう。オッケー。魔導士の手引きではあろうが、城内にこれだけの賊の侵入を許すとは。魔導士を探しに賊めを助けねばならん。ナルサス様、ご無事でよろしゅうございました。もうなんかナルサス探検を使えるようになってる。強っ。城内をかき乱してやれ。これから王都へ出征しようという時に物資を燃やされては困る。さらばだ。防がねば。火事や賊の侵入で騒ぎを起こし、そちらに我々の注意をそらそうとしたのか。魔導士を見つけたようなお手柄だった。やつ本当の目的は。よし、ヒートレイヤーだ。数日前は城内を追う国を見た。目撃されたバトマニアの手を近く、それがこの魔導士にすると。目的はまさかとは思うが、マフリーズ王が勝利への道を選ぶ。こうして陽動を仕掛けてくれたのはまだ見つけてはおらぬようだが。うん、なんかちょっとあのヒートラッシュ中に、マルダンラッシュ中に話ずっと言ってたけど全然聞こえなかった。なんて言ってたの？バフマンがなんとかって言ってたね。よし、覚悟しろ。強っ。火事一つを起こせんとは。絶風陣だ。私がやるしかない。魔導士。さあ待たせたな、野党。ご覧いただこう、ブラトゥーンラッシュ。芸術を理解せんやつらめ。あれ、野党は、野党の多さは死んじゃった。アイテムを回収してもらう、回収させてもらう。魔導士がね、近くにいるっぽい。ここか、いたな。魔導士をやるぞ。そこまでだ、魔導士。お主の目的は察する。誰の命令で動いている。何も言うことはない。息の根を止めてくれるわ。この戦で必ず活躍してみせます。強えな。さらばだ。オッケー、魔導士お前だけだ、狙いは。オッケー、魔導士は弱いぞ。倒した倒した。これ以上は無理か。逃がしたか。厄介な術だ。他の者が捉えてくれればよいが。誰になるのか。もうギブだ。逃がさんぞ。煙と盗賊は高いところが好きというが、あれはどうやら本当らしい。こんなところで待ち伏せておるとは。邪魔をするな。どけと言われて、どくやつはいないぜ。燃えろ。
やれ。貴様のようなやつに。ちょっと俺たちの助けが必要ですかい。美しき女神アーシン。圧倒的だとは思わんかね。いて、なんか俺さ、こういうこと言うとさ、絶対攻撃食らうよね。ダメだ、言わないようにしよう。もうね、これパーフェクトいけるわとかって絶対俺食らうから。申し訳よし、勝った。ございません。奴の目的は分からずじまいか。すっきりしない勝利だ。軍内の不安、魔導士の襲撃といった問題はありながらも、アルスラーンたちは出兵準備を進め、ついに5月10日を出陣の日と定める。出陣の前日、城内は盛大な前夜祭に沸き返っていた。私は立派な騎士にならないといけない。家族のためにも、故郷の領民のためにも。だから、一人でも偵察を成し遂げてみせる。パレス最高のため、前科のため、この身の限り戦うぞ。おー、しかし、奴隷解放だとかバカなこと言い出すよな、殿下も。おい、誰かに聞かれたらどうする。奴隷解放。そちらへ行くと城の奥に迷い込んでしまうぞ。もっと探ろうと思ったのに見つかったか。パルスのお坊ちゃん、まだ生きていたのか。道に迷ったのなら出口まで送ろう。ずいぶん兵士が集まっていますね。戦が近いのですか。うむ、王都を取り戻すための戦だ。あなたも出陣を。もちろん。ですが、あなたはあまり強いようには見えません。戦うならもっとふさわしいものがいるでしょう。ふさわしい。なぜあなたは戦いに赴くのですか。昔、ルシタニアから奴隷として連れてこられた少年と出会ったのだ。その少年から初めてパルス以外の国の話を聞いた。自分が生きてきた環境や制度だけが全てではないと。世界にはいろいろな人がいて、さまざまな国の在り方があると気づかされた。その後もナルサス、私の仲間なのだが、その者からもいろいろな話を聞いてな。パルスという国の良いところも悪いところも見えてきた。だからこの戦いをきっかけに、パルスを少しでも良くしたいと、そう思うのだ。あなたは国をどうこうするなど、本来はあなたではなく王の仕事でしょう。ですが、国と民のためを考えての行動に出自など関係ないですね。それはとても尊いことだと思います。うん、お主の言う通りだ。お主と話していると気づかされることがあるな。あの時の少年のことを思い出す。そうだ、私はパルスとその民のために。その頃、広間では騒ぎが起こっていた。イスファーンの兄シャプールを射抜いたと明かしたギーブに対し、イスファーンが激高。二人は剣を交えたが、周囲の制止によってようやく引き離されたのだった。これはギーブ、一体何があったのだ。何、人生観の相違というやつで。いい機会です。殿下には世話になりましたが、もともと俺は宮仕えなど性に合わない。お達者で殿下、ご武運を祈っていますよ。キーブ、
ギーブには申し訳ないことをした。それこそがあの男の望んだことだ。彼が憎まれ役を引き受けてくれたことで、ひとまず将たちのわだかまりを解くことができた。まったく不器用なやつだ。やはりそういうことだったのだな、殿下。お気づきでしたか。ギーブが何の考えもなくあのようなことを申すはずがないからな。私はギーブの思いに応えてみせる。必ず王都を奪還し、このパルスに平和を取り戻してみせる。はい。そして国を取り戻したら、いとこ殿に王位を譲るつもりはない。私にはパルスをより良い国にしたいという夢がある。奴隷解放令はそのためのものでもあるのだから。殿下、覚悟は決まったのですね。うん、もう迷いはない。私の夢に力を貸してくれるか。無論でございます。このダリウンが、いな、ペシャワール城のすべてのものが殿下の目標のための力となりましょう。少女、そういえば名前も聞いていなかったな。なぜあなたは戦いに赴くのですか。私は、そうだ、私はもう迷わない。行くぞ。ルシタニアを打ち倒し、王都エクバターナを取り戻すのだ。さて、俺には俺のやるべきことがある。ひとまず我々が目指すのはここサン・マヌエル城です。古い時代はパルスの堅牢な砦でしたが、放置され荒廃していたところをルシタニア軍が改築して使っているようです。まずはここを奪い、王都エクバターナへの足がかりとするわけか。あの、ナルサス様、この城は。サン・マヌエル城に向かうとなると近くを通過することになるね。はて、ここに城塞などあっただろうか。チャスーム城、ルシタニア側が最近新たに建設した城塞だ。航路の要点を抑え、こちらの動向を監視するのが目的だろう。ふん、ギスカールとかいう男も一応考えてはいるようだ。そういうことなら我らに工場の許可をいただきたい。頼もしい申し出だが、その必要はない。ナルサス殿、我々を信用できないとでも言うのか。まさか。今の目標はあくまでサンマヌエル城、戦略上このチャスーム無理に攻める必要はないというだけのこと。お主たちの気持ちは嬉しいが、不要な戦いで兵を失いたくはない。ここは引いてくれぬか。承知いたしました。本当にチャスームを放っておいていいのか。何、結果的に城は奪えよう。ただしお主が出ねば片付かぬかもしれない。その時は頼んだぞ。パルス軍が来たな。思ったより早いぞ。味方に迎撃できるのを急がせねば。すげえ、すごい。この人石膏を逃がせば面倒なことになりそうだ。敵先遣隊を蹴散らし、奴の口を封じるぞ。よし、丸座なしてだね。今こそ牙を向け。うぜ。よし、すごいね、スレデッド格闘家だね。石膏の口は封じた。これで安心して進めるな。パルス軍だと。石膏は何をしてた。攻撃準備が間に合わん。よし、一気に打ち破れ。
おお。くさだぞ。お前などに幕を開けん。門が開いたな。ここは俺が先行しよう。ザラーマンとは少し下がれ。うるさい。お主こそ下がれ。左右に散開せよ。土塁の後方へ向かうのだ。ルシタニア人どもめ、狼のごとく貴様らを飼ってくれる。やばいね、超人影山だったね、必殺技。しかも馬に乗ると剣を持てる。堂々たる戦いぶり気に入ったぞ。剣も使えるんだね。罠であったか。待ち伏せとは小尺なまねよ。このままでは持ちこたえられぬ。イスファーン様とザラーバント様、敵の待ち伏せには一刻せん。露出して罠にかかったか。救援に向かう。急がねば間に合うまい。全身全霊をもって救援の任を果たさねば。我らの力を貸そう。異教徒どもを打ち果たすのだ。また敵の増援か。このままでは。めんどくない。早く俺たちがやられるところである。救援を避けない様、騎士として恥じるばかり。無事で何よりだ。一度引き体勢を立て直した方がよかろう。まずは進路を塞ぐ部隊を撃破せねば。うん、助けに来るのね。俺と会ったのが運の尽きだ。さあ必殺技だ。疑うことは許さぬ。引いてやる。見事な腕前だ。堂々たる戦いぶり気に入ったぞ。なんかクバール、クバールと一緒だね。モーションっていうか必殺技を似てるね。交代せよ。お、開いたぞ。三蔵異教徒どもめ、このクレマンスが踏み潰してくれる。生きてさえ見れば雪辱の機会もあろう。ん、今度はダリューンだ。敵の本体はトゥースラを追っていったが、ナルセスは読み通りだな。我らの役目は城の前の敵を蹴散らし騒ぎを起こすことだな。城が危ないと聞けば敵本体は慌てて戻るだろう。そこを待ち伏せて撃てばチャスームを奪える。だが時間をかけてはトゥースたちが危ない。急ぐ必要があるな。パルス軍だ。どうやってここに。バルト、お主は何かと有能だ。このようなところで倒れる。マルダーンフ・マルダーンのご命令とあらず。ですが危ない時は多少加勢してくださると嬉しいですな。このままではいかん。本体に伝令を送れ。救援要請を。はっ、急ぎクレマンス将軍のもとへ向かいます。クレマンス将軍は極罪だ。俺たちで迎え撃つしかないぞ。反復しました。で、しまいだ。お前などに負けはせぬぞ。これでしまいだ。こいつらを全滅させればいいんだね。なんと勇ましき戦ぶり。これでしまいだ。よし、SP、SP。雪辱の機会もあろう。OK。あとこいつ、クレマンスってどこにいるんだ？クレマンス、クレメンス。
クレアマン勢い止め、絶対にここは落とさせ。あー、いっぱい出てくるんだね。俺と会ったのが運の尽きた。これでしまいだ。だあいだこいつ。これで芝居だ。え、あ、2つの武器極めしめだ。まだ痛い。逃がしませる。逆、これで芝居だ。戦場に絵を描して戦場に絵を描く。さすがはナルサスと言ったんだ。さて、我らの敵本体の迎撃準備をしましょう。急ぎましょう。アリウン卿、おっと、ちょ待てよ、別の場所に。あそこ開いたな。マルダーナッシュがある。今こそ示せ。どこに行けばいいの。急ぐぞ。敵本体が戻る前に迎撃地点に向かうのだ。あ、これ逆だね。いや、ちょっと全然逆方向に行ってた今。ああ。クレマンスが戻ったぞ。異教徒どもの隙にはさせん。体勢を整えよう。何？間に合わなかったか。すまん、ナルサス。あ、やってしまった。マジか。やっちゃった。はい、ということで敗北しちゃいましたね。時間もね、ちょっと切りがいいので、はい、今回はここまで。次回はこれクリアしたいと思います。いやー、初めての敗北でしたね。ちょっと完全にこう逆方向に行ってたもんね今。はい、ということで次回お楽しみに。それじゃあまたねー。